東京臨海副都心大海パレットタウンパレットタウンは東京都江東区大海に位置するシンボルの大観覧車を中心とした大規模複合集客施設。都が暫定利用として森ビルと三井物産に貸し出した土地に1999年3月開業した。後に土地は森ビルとトヨタ自動車に売却され、 両社及びトヨタグループの東和武道産が2025年をメドにスポーツ観戦ができる多目的アリーナや新しい商業施設への建て替え計画を発表している。都が所有する世界都市博覧会予定地だった大見地区の S 外区、T 外区を使い、1997年3月に貸付期間10年の事業用借地権を設定した両外区の暫定利用について、 希望事業者を募集するコンペを実施。その結果、6月に S 外区に森ビル、東京臨海商業開発、伊藤忠商事のグループ、T 外区に三井物産、トヨタ自動車、電通、体制建設のグループが当選し、土地は森ビルと三井物産に貸し出されることになった。その後、隣接する両外区で別個に開発するよりも、 共同で行い一体利用を図り、統一感にある街並みを創出する方が、よりにぎわいのある街づくりにつながるとの結論に至り、両グループの三角企業からなる臨海、福都新 ST 外区開発推進協議会を発足させ、開発に取り組むことなり、1999年3月19日に開業した。パレットタウン用地における、 借地権の契約期間が10年に設定されていたため、当初の予定では2010年6月までに、施設全体を閉鎖し、都に土地を返還することとなっていた。これは1990年代当時、バブル崩壊による不況や、交通の便の悪さという悪条件が重なり、大場地区の売却先が見つからなかったことから、区肉の策として都が10年間の期限付けで、賃貸料を、 月額約830から850円平方メートルという異例の廉価で土地の貸し出しを行ったためであり、事業主体の森ビルや三井物産もその条件を承諾し、施設の開設を行った。しかし、結果としてパレットタウンは成功を収めたため、撤去し、さら地にしてしまうことは、お台場全体の景観を大きく変えてしまうことに、 つながりかねず、利用者はもちろん都の幹部からも不満の声が上がっていた。そうした中、都は2008年に10年5月以降の利用方法が決まっていなかったパレットタウン用地について森ビルとトヨタ自動車に814億円で売却すると発表した。売却発表時に都から公表された両社の事業計画によると地上を23階、 地下2階の建物が建設され、オフィスや商業施設、コンベンションホテル一体型施設のほか、自動車をテーマとした参加体験型の展示施設、新型観覧車などが設置され2013年に開業することが予定されていた。しかし、リーマンショックによる経済状況の変化などから2009年11月に建設計画が延期され、 既存施設の営業が延長される見通しとなり、2010年1月、都と森ビルトヨタ自動車は2016年3月までに新施設を開業させることで合意したが、その後、さらに開業が2024年度に先送りされていた。2025年にアリーナ商業施設オープンへ2020年3月末に、 トヨタグループの東は武道産が大型複合アリーナの建設計画を発表し、同年6月30日にはトヨタ自動車、東亜武道産、森ビル、東京都の4社が協議を進め、2025年をめどにアリーナや商業施設などを開業すると日本経済新聞が報じた。これらによれば、2023年春に工事着工し、2025年6月頃に、 アリーナが、竣工予定で、B リーグアルバルク東京のホームアリーナとしての機能を、メインに、各種イベントの開催も見込んでいる。また、アリーナには、コンベンション機能を含むほか、ホテルやオフィス、商業、エンターテインメント施設なども入る複合施設となる、見込みである。パレットに乗せた絵の具のようにカラフルで、楽しさにあふれた街であることから、 パレットタウンウエストモールムの屋上駐車場はパレットのようなカラフルな塗装が施されている。ありがとうございます。